ウルムの大聖堂地図ウルム大聖堂はドイツのバーデンビュルテンベルク州ウルムにあるゴシック様式の大聖堂ルターハロビュルテンベルク福音主義集教会に属している戦闘を含めて高さが162メートルほどあり現在でも教会堂建築としては世界一の高さである天候台が141メートル地点に設けてあり768段の 階段で上がることも可能。1377年気候。剣道は1383年。気候はパルラー家初代のハインリヒホングミュントによって教区教会堂として行われたが、1392年に市民の脅しを見せるためとして大聖堂並みの規模にするよう設計の変更が行われた。新部は、ね1420年頃に完成したが、 小島の完成は1890年まで待たねば、ならなかった。完成は、この1890年時点とされている。第二次世界大戦中ウルム爆撃によって、市外の多くの建造物が破壊された際にも、大聖堂は、破壊を免れた。ちなみに1529年から1844年まで、工事は中断されている。1377年当初の計画では、 ハレン・キルヘとして設計されたが、1392年の設計変更により三老式のバシリカ式とされた。1397年、ストラスブール大聖堂設計者の一人であった、ウルリヒエン人間が総監督に選ばれて、彼とその末っ子である、マテウスが1451年過ぎまで造成に関わった。振動は、ダイアーケードと高窓のみの二層式で構成され、 天井までは42メートルで、リブボールトが掛けられている。16世紀には、側廊それぞれの中間に中列を置き、合労式とした。内陣は、振動部と比して小さく簡素と評される。ありがとうございます。